川崎記念の予想します。お願いします。はい、というわけでね、まあ、今年も元気に、競馬大好きなおっさんをね釣っていこうかなと思います。はい、まあ、1年間競馬予想するんでね、よろしくお願いします。まずその一発目は川崎記念です。はい、まあね、ぜひ当てたいですね。まあ今回の川崎記念なんですけど、まあ、出走頭数がねそんなに多くないと、うん、で、まあ、最近のね地方交流重賞、まあ、2、3年前かな、3、4年前ぐらいまでだったら、まあ、基本的に地方は切ってね、まあ、JRA の馬だけでやってりゃ当たるって感じだったんですけど、最近ね地方馬の実力がすごい上がってきてて、まあ、JRA から転級してきた馬ももちろん強いし、生え抜きの馬でもね結構強い馬がいるので、まあ、地方馬はね侮れないなと、うん、まあ、去年もね3着にミューチャリーとか来てるんでね、まあ地方馬もちゃんとね、まあ、馬券の考慮に入れないとダメなんじゃないかなと思います。今回も強い地方馬結構出てるんでね、まあ、カジノ本店とかタービランスとかいろいろいるんで、そういうところももちろん買い目に入れていきたいんですけど、今回の川崎記念なんですけど、見えちゃったんですよね。今回の川崎記念勝つのは、オメガパフュームです。はい、まあ、簡単に説明するとね、まあ、左回り初めてなんだけど、まあ、あんま気にしなくていいかなと。普通に自力が抜けすぎてるんで、まあね、それコースが変わるからといって一気にパフォーマンスが落ちるとは考えられないですね。まあ、2100ってのもね全然悪くないと思うし、まあ、オメガパフューム1008とかでも短いっていう感じの馬なんでね、まあ、2000から2100に伸びるのは全然問題ないかなというふうに思います。うん、だからまあ多分断然の一番人気なんだろうけど、これはちゃんと本命にしないとダメな一番人気の馬ですね。ということで勝つのはオメガパフィウムです。で、他の馬なんですけど、対抗にカジノフォンテンで、タンアナにミューチャリーで、ロードプレスにタービランスと、まあ、行こうかなというふうに思います。うん、まあ、カジノフォンテンはね、まあ、東京大賞典あわや大金星という感じで、うん、惜しかったんですけど、今回もねやってくれると思います。でミューチャリー去年3着なんでね、はい、でロードプレスも実力ありますし、タービランス前哨戦のね包丁オールスターカップ勝ってるんで、まあ注目していいかなと。もともとこの馬ね、南関東のクラシック走ってる時からすごい期待されてる馬で、素質もある馬なんでね、まあ3着かすめてもおかしくないかなというふうに思います。はい、というわけでこの5頭を買っていこうかなと思います。はい、というわけでボンレス高島大先生の見解をご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは。川崎記念ですけど、ミューチャリーにします。ですね、まあ交流重賞、交流 G1 っていうのは僕は1頭ぐらい、地方馬を絡めたいなっていう、なんか気持ちがあるんですけど、去年このレース4着で、まあ、1着のね中馬ビザードちょっと強すぎたんで、まあ、2、3着とはそこまで差もないですし、やっぱりこう慣れてるね三河本ジョッキーが乗るっていうのは、だいぶ有利かなって思うんで、今年こそはねその3着以内に入ってくればというような予想でいきたいと思います。続きまして武田くんです。はい、どうも武田でございます。川崎記念ですね。川崎記念なんですけれども、私の本命は2番の花津レジェントでございます。はい、ということでね、ちょっとねデムーロ騎手がね絶不調ということで、僕はね酒井ジョッキーを押して、ここはね手広く買おうと思っております。はい、ということで、川崎記念当てましょうということで、以上でございます。はい、というわけで買い目なんですけども、3連単オメガパフューム1着固定で、2、3着にカズノファンテン、ミューチャリー、ロードブレス、タービランスという形でね行こうかなと思います。うん、3連単12点でうまく仕留めたいですね。はい、まあ、今年一発目の予想動画ということで、幸先のいいスタートしようかなと思います。まあ、何かありましたらぜひコメント欄とかでも待ってるんでよろしくお願いします。それでは、次の競馬予想はいつかな、多分フェブラリーステークスかな。はい、そこでお会いしましょう。では、さよなら。